こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は販売許可申請について。これね、販売許可申請が必要になる基準。このジャンルの、この商品は販売許可が必要になります。この書類を提出すれば許可が取れますと。そんな風にね、きっちりした決まりがあるとイメージしがちなのですが、実際はケースバイケースです。ほとんどの会員さんが許可必要な商品なのに許可不要で出品できる会員さんもいます。逆に新規出品者だけど、周期出品者だとほとんどの会員さんが許可不要な商品なのに許可が必要になるケースもあります。これ許可が必要になった時にね、実際に操作してみないと、許可を取るのに何が必要か、許可が取れそうかどうかの判断できません。中にはね、許可が必要と言って、許可のボタンを押しただけで許可が取れる人もいます。この辺、なんでそういうことになるかはね、ここから下にまた記事と、会員さん専用の動画があるんで、チェックしてほしいんですけど、何しろ、一律と決まりはないと。だからね、これ許可必要でしょうかというのはね、実際許可必要かどうか試してみないと何ともわからない。以前、アメリカ、アマゾンなんかでも、私は普通に出品できているものをね、この商品、じゃあ、出品しましょうということでね、出そうとしたらもう許可必要ですと。で、許可取れないというケースもありました。で、最近の日本でもね、いや、それ許可取れないだろうと思うような商品をね、許可取ってガンガン売って儲けてる会社もいました。そんな風にね、もう本当これケースバイケースね、アマゾンがこの出品者は売らせて大丈夫かどうかという判断で決まってますんでね、きっちりと、この商品大丈夫、許可不要です。この商品許可必要です。この商品は許可取るのにこれが必要ですというのはね、人によってまちまちケースバイケースなんで、一律の答えができないんでね、実際に許可が必要になったとき、それから、許可を取るのにどういうのが必要か出たときにね、ご相談ください。許可ね、取って儲かる商品を売りたいという場合はね、取れるようなもんならさっさと取っちゃった方がね、後になれば後になるほど、どんどんこの許可取るの難しくなりますんで、取っといた方がいいと思うんでね、また許可申請、出てきたらお気軽にご相談、ご報告ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。